CD のセールスやら何やらで時間使ってください。引き使ってもらっていいんですよ。もしも30分に合わせてくる人がいたとしたら5000人ぐらいなんか駅の中に歩いてるやね。じゃあどうする？あの終わりの時間さえきっちり、はい、合ってれば、はいはいはい、わかりました。嬉しいので、はい、ありがとうございます。じゃあ行きますか。はい、熊さんちです。よろしくお願いします。恐怖症なの近頃なの向かい合って例えばこうテーブルで話してる時にあんたねって言うとすごい怖いんだよね。なんか刺さりそうで、いや本当怖い。これ今日特にとんがってるしね。そうだ、うん、丸見えてるね。ちょっとそっか、そうもうそういう問題ではない、ね、そう気をつけてね。おめでよし、私たち熊さんちと申しましてですね、夫婦でやってます。私が熊さんち、世帯主1号、こちらが配偶者2号、本妻です。本妻ですが2号なんです。たまたま1号2号って言ってたら、 ある人から突っ込まれて、熊さんちさんの奥さんは2号さんなんですかって。そうですよって俺思わず言っちゃって、お
そういや変だなと思って、ね、気づかされたよね、はい、その人にはあのその辺のスーパーであっても熊さんちの2号さんっては呼ばないでくださいねって念をしてきて、ねさっきの曲はですね、はい、トンボつ漫才みたいなツッコミだったね。さっきの曲はですねさっきの曲はですね、トンボちゃんっていう昔、ちょっとは売れてた、デュオのグループがいたんですけど、デュオのグループって変だな、デュオの2人組も変だな、いたんですが、その人たちのブレイクダウンっていう曲でした。あまり知られてないと思いますが、その中で、そのトンボちゃんの中で多分おそらくこれを知らないと全部トンボちゃんの曲が知らないんじゃないかって思う曲をちょっと1曲やってみます。雨の一日私はどうしていいのかまるでわからない。ポツンと部屋に閉じこもってもどうにもいたたまれないのは今夜激しく降っているあのせいですか。白く舞い部屋を出てあなたを探して走っていつも吐き叫ぶ。でも今ドアを開いたら他の誰かといるようで雨と涙に濡れながら一人で帰れた。白い風に育ったほど。昨日と今日あのねやたらアラームかけまくりなんだよね今自分のアラームで今呼ばれています。よかった、繋がってます。危ない危ない。最近寝不足なのに、いらないアラームのせいで俺よく起こされるよね。すいません。で、なんだっけ、そう、昨日から参加させていただいてるんですけどね、オリジナルの CD っていうのを持ってきて、今回からはなんかあそこで負担をやってくれるコーナーっていうのがあってですね、そこに預けてたんですよ。はい、あの1枚500円なので、あのもしも買って言ってくれる人がいたら、お願いしますって言ったら、あの自分たちがやってるライブ会場よりもそっちの方が売れてて
これはどういうことなんだろう。なんでしょうね。見た人は買わないけど向こうでは買うってどんなものか興味津々で買ってるのか。かもしれないですね。なあ、実物を見ると買わなくなる。いや、あ、本人たちを。あ、それはあるか。わかんないな。で、はい、次の曲はですね、その、はい、あれ意外とあれがね、狭いから本当はこっちを足で踏んづけてやらなくちゃいけないんだけど、足がフラミンゴみたいに長いので足が、じゃあこっちでやる。はい、そういえば今ギター聞こえてた。聞こえてますよね。あ、はい、大丈夫ですね、はい。じゃあ次の曲はですね、このピンクの、アルバムに入っています、心の電話で言いますよね。釜石の大津町っていうところに、実際あります、電話線のつながってない、電話ボックスがあるんですけども、そこを、イメージというかしてあのいちごが作りました曲なんですけども、あの亡くなった大事な人とあの心で話す電話ボックスっていうのがあるんです、それをテーマにした曲で、心の電話。心の電話よ
優しく微笑んで、そっと髪を撫でて、優しく微笑んで、優しく微笑んで。暑いです、2枚着てるのでもうすごく暑いです。気合いです。では、開けますか。はい、ずっとずっとる2枚いきますよ。シナリオです。
っと昭和チックな、うん、いやいや、ほんとなんか今日、昨日もそうだったんですけどね、今日もあの時間がプラス来てくれてとか偶然だったのか、ね、昨日はなんか次の人が来れないので15分伸ばしてくれって最後の曲の時に言われたんですきついよね。どうしましょう、それなりにあれなんですよ、構成みたいなのを考えてくるんです、ここでじゃあ何を喋ってみたいなね。で最後っぽい話でもしようかなと思ったら15分伸ばしてくれてて、あれそれに合わせた曲もやっちゃったしみたいな、この後どうしようってずーっとね、じゃあアンコールで3曲お願いしますって自分で選ぶアンコール。今日もですね、はい、先の方が10分ほど早く終わったんで、あのフライング気味に始まったんですが、はい、30分に合わせて来てくれた方がいっぱいいた。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ね。すいません。あ、お世話になりました。こちらこそ。ありがとうございます。すごくいい曲やったんですよ、これらやだけど。いいとね。もう一回。よかったね、さっきね。大盛り上がりだった。何？一目だ、一目。もう始まることいいだけだったと思う。では。夏祭り、はい、いきます。君がいた夏は遠い夢の中、空に消えた打ち上げ花火、君の香りが溶けた、見たか姿が美しい。
んだぞ。だね、大々の二人が来てるんだぞ。ね、そうなんだ。やべえ、歌ってるのじゃ。一回勝ち合ったことがあるんだ、この曲がね。去年か一昨年あたりで、ね。一昨年だ。だから今日はここでやるって言うから、同じ会場だし、もしもやったらこれやめようって心で思ってたんだけど、ね、やっちゃったね。やっちゃったね。やっちまったんです。はい。はい、ありがとうございます。いや本当にここに来るとすごく楽しいんですけど、肉体的にすごく疲れます。多分肝臓が一番疲れてるんだと思うんだけど、同じ同じ。あ、だからみんな連帯会あるんだ ね。それとあとラーメン屋さんが座敷で食べるっていうのがね、すごく美味しいんですけど、年取るにつれて尻の肉がだんだんなくなってきて、ほぼ骨と皮だけで座ってる感じでね、痛いんですよ。翌日筋肉痛って、なんで筋肉痛なんだろうと思ったら、あ、ラーメン食べたんだって、わけわかんない。つながりだよね。旅行というか職場の旅行の中で宴会場で座敷でやりますね。その時もね、大体翌日は筋肉痛だって、わけわかんないあざがあったりもしますけどね。それは違うんだよ。はい、あざはわかんない。あざはね、立ち上がった時、よいしょとか立ち上がった時に、お膳につまずいたりとかするんだよね。あ、それ ね、靴下履いてると畳は滑るしね。足腰が弱いってことですか。そうなんですよね。お年頃なんで、そうなんです。今年還暦迎えました。おめでとうございます。ありがとうございます。還暦迎えたら運動しないとですよ。そうなんですよ。何それ、マジな話。え、もう弱る一方だから。ねえ、やるって。何でそれ真面目に言うの。毎年出てくからね。言えた。去年よりずっと、キレ違う。GG になったみたいな。難しいよね。難しいですよ。お年やったら私は汗をかくんだよ。お年頃って嫌だねって。もう汗かけないとこんなに汗かくのかしらって今まで書いたことないですよ。いや、まだチンチン代謝が、もうチンチン代謝、チンチン代謝、チンチン代謝、マスクはチンチン。では、やめて。では最後のところになります。エロシなんだ。それともって言って、もしもよろしかったら残り少ない CD ではありますが、こっちにほんの数枚しか残ってませんが、1枚500円です、はい、あってた今、500円って言えばいいだろうな。500円、4曲入り500円っていうのが500円です、400円。まあいいや、それとも、じゃあ今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。